お願いします。連番とバーとありますが、連番で、連番で、はい、ありがとうございます。ジャンボが連番でありますように。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、どうもこんにちは。マイプロジェクト TV の伊藤健です。年末ジャンボの季節です。今年も夢を買いました。コロナビールっていう有名なあのメキシコのビール、これね、あるじゃないですか。このコロナビールの会社の創業者、アントニーノ・フェルナンデスさんは98歳でちょっと前にお亡くなりになったんですが、その遺言がすごかった。私の遺産を生まれ故郷の村の住民に全て分け与える。なんと遺産総額は日本円にして約239億円。この生まれ故郷というのがスペイン北部の小さな村なんですが、その人口は80人、つまり村民1人当たり2億8000万円の遺産を受け取ることになります。生まれ故郷の村に寄付とかじゃないからね。村民全員がね、いきなり億万長者ですよ。これいいのか悪いのか、なんか急に大金を手にして人生めちゃくちゃになったって、なんかそういう話も聞くじゃない。突然訪れる幸運にもできるやつは自分を見失わない。日本の宝くじでは1000万円以上の当選者にその日から読む本というガイドブックを配布しているとのことです。その内容は当選金の受け取り方からメンタル的な指導、贈与税から資産運用、遺言の作成まで、なんかね、いろいろ書いてあるみたいですよ。そんな当選した人しかもらえないその日から読む本を今日は読んでみて、来るべき日に備えたいと思います。では行くぞ。あ、ありがとうございます。1億円の重さ、はい、結構重いですね。ちなみにこちらが8億ですこちらの方は1000万円以上の高額当選されたと思われる冊子なんです。こんな大きいんですか？まさか。あれはあれだあ、そういうことですね。こちらのこのようにめくっていただくと上からこう、あー、なるほど、はい。じゃああんまりこう普段は見れないような、普段はあの当たった方しかもらえないものになってる。じゃあ貴重なものなんですね。そうですね。あ、じゃあここでしか読めないんですね。当たってない人は。当たってない方もここでしかあの読めないんですけど、これがでも本物なんですね。こちらが本物なんです。ちょっと拝見します。はい、どうぞご覧ください。ありがとうございます。これがその日から読む本だそうです。突然の幸運に戸惑わないために電子版。当選おめでとうございます。今あなたは突然訪れた幸運に驚きと喜びを感じていることでしょう。同時に初めての経験を前にして少しばかり不安を覚えているかもしれません。まさにお試し版でしたが、その日から読む本読んできました。まあね、あの選ばれし人間向けの FAQ って感じ。メンタル的なことから法律、資産運用、人生設計まで、なんか出版社からね、書籍化のそういった話もあったようなんですけど、直接当選者本人に手渡しするみずほ銀行の行員の書でさえなかなか読むことができないという、まあそういった希少価値から未だ非売品となっています。ぜひとも興味ある方は宝くじドリーム館へ足を運んでみてください。もしこの宝くじ当たったらどうしようかな。視聴者さんと山分けすっか。画面越し、モニター越しで構わないので、皆さんこの宝くじに念を送っといてくれ。チャンネル登録よろしくお願いします。